今日は2023年一番質問の多かったモルディブに関する質問について全部お答えしていこうと思います。はい、どうも。サラリーマンを辞めて夫婦で世界旅行に出ているゼロ級の冒険です。今日はタイトルの通り2023年一番質問の多かったモルディブに関する質問について全部お答えしていこうと思います。以前モルディブの完全攻略動画ということで動画も一旦出してはいるんですけれども、その中でコメント欄とかあと DM とかでめちゃくちゃいろんな質問が来まして、今日はそれをね一つのアンサー動画として返していこうかなと思っております。回答に入る前にまずモルディブのおさらいなんですけれども、モルディブはインド洋に浮かぶ世界でもトップクラスに綺麗なビーチが広がっているリゾートで、一つの島に一つのリゾートがあるワンアイランドワンリゾートっていう仕組みがあります。例えば何でもいいんですけれども、シェラトンとかリッツカールトとか W とか日本でも馴染みのあるリゾートホテルとかが普通はねこのマッチの中でいろんなホテルがこう立ってるっていう状態なんですけども、モルディブの場合はちっちゃい島がいっぱい100個ぐらいあるので、その一つの島に W、シェラトン、リッツカールトンっていう形で一つの島に一つのリゾートがあって、滞在期間中の数日間はホテルが提供するレストランとかビーチとか水上ビラ、あとはまあツアーとか全てその一つのリゾートが提供するサービスを楽しむっていう感じになってきます。しかも他のリゾートではなかなかないのがモルディブのオールインクルーシブプランっていうのが超おすすめで、例えばレストランに行ったりとかお酒を飲んだりシュノケルのツアーに参加したりっていう、普通はご飯ごととかお酒ごとにお金を払わないといけないけども、日本から出発して飛行機に乗ってモルディブの水上ビラでの宿泊も楽しめて、レストランの食事も楽しいしツアーも楽しい、そして帰ってくる便も含めて全部で35万円という形なので、かなりこれはお得だし、財布を開かなくていいっていうね、値段をいちいち気にしなくていいっていうのがかなり天国の仕組みかなと思ってます。モルディブに実際行った様子っていうのは以前出したこの動画を見ていただければと思うんですけれども、今回はこの動画の中で出ていた Q&A ってものをお答えしていこうと思います。はい、早速なんだけどコメント一つ一つ見ていこうと思います。まず一つ目がオールインクルーシブプランが35万円って言ってるんだけども、その中にチップは含みますかっていう質問です。でチップはこの中には含みません。例えばその35万円で行って帰ってくるプランがあるとするならば、チップっていうのはもう基本的に自分の感謝の気持ちなので、その場でお世話になったスタッフさんとかツアーの人がめちゃくちゃ面白かったってなったら都度お支払いするっていうのが基本になるかなと思ってます。アメリカみたいに強制というか必ず支払わないといけないっていうことはないので、本当にこう楽しかったとかっていう感謝の気持ちで任意で払うっていうような形になっています。基本的には払うタイミングがあるとするならば、部屋をハウスキーピングで入ってくれた方に支払ったりとか、さっき言ったツアーがめっちゃ面白かったんで盛り上げてくれたそのキャプテンに支払うとか、部屋によってはその担当スタッフさんとかが1週間ついてくれたりするので、その人にお支払いするっていう感じになってきます。モルディブのリゾート内ではモルディブの現地の通貨のルフィアではなくてドルとかユーロとかで支払うことが多いので、日本で必ず1ドル札とかを崩して持って行ってチップ払うようにしてください。チップの相場はだいたいハウスキーピングで1日3ドルぐらい、あとはツアーだとかスタッフさんに払う場合っていうのは3ドルとかだと子供の小遣いをあげてるみたいになっちゃうので、だいたい10ドルから20ドルとかそのぐらいの、まあ大人の人に対して感謝を表現するようなぐらいの額を支払うっていうイメージになってきます。ちなみにリゾート自体がスタッフさんに個別にチップ渡すことをお断りしている場合もあるので、これは行く前に確認しておくのが良いかなと思います。はい、じゃあその次行きます。次はですね、どこで予約をしましたかっていう質問です。で、僕たちは3回過去にモルディブに行ってるんですけれども、1回目のハネムーンの時が ST ワールド、2回目に行ったミリヒの時が自分たちで予約してアゴダでホテルを取ったり航空券を自分たちで手配したりっていう感じになっています。3回目が T スタイルっていう旅行代理店でツアーを予約してフラワリっていうリゾートに行きました。だいたいそれぞれのメリットデメリットとしては、 ST ワールドはサイトがめちゃくちゃ見やすくて、モルディブの概要
をまずは理解したいっていう時には ST ワールドのサイトを見ていただくのがかなりおすすめです。サイトもいろんな特徴に合わせて特集が組まれているので、例えば自分はお酒が好きでオールインクルーシブプランの1週間その飲み放題のプランを楽しみにしたいとか、レストランを楽しみたいっていう人はオールインクルーシブプランの特集の記事を見ると、だいたいどのリゾートがいいかっていうことを分かりやすく把握できたり、あとは自分はシュノーケルが大好きっていう人はそういう特集の記事を見たりすると、だいたいどこのリゾートがそういうのが強いかっていうところが分かってくるので、まずは ST ワールドのサイトを見るっていうのがめちゃくちゃおすすめです。 T スタイルさんに関しては僕たちは ST ワールドで探した後に、じゃあそのリゾートをいざ予約するっていう時にあいみつを取って安かったので T スタイルさんを選びました。 T スタイルさんはどっちかというと少数精鋭の旅行代理店さんっていう感じで、一人一人のコンサルタントというかコンシェルジュの方がいろんな知識を持って対応してくださるし、価格帯も少し抑えられるかなっていうような印象です。で、最後に個人手配なんですけれども、完全に自分たちのカスタマイズプランになるので自己責任っていう感じで、正直これはあんまりおすすめはできないかなと思います。旅行代理店を使っても35万円とかのプランでいけるので、全然安心安全のプランでここは問題ないかなと思ってます。はい、じゃあその次、8日間の旅行で5日間水上ビラっていう風に説明してるんですけれども、どういう旅程でしょうか。これはですね、前回の動画とかで8日間旅に出た後に5日間水上ビラで過ごしてますっていう風なお伝えの仕方をしてるんですけれども、まず日本からモルディブの首都マーレに飛んで、その後マーレから実際に水上ビラのあるリゾートホテルに飛んでいきます。そのために最初に日本からマーレ、マーレからリゾートっていう形で水上ビラのあるリゾートまでは1日半ぐらいかかるというようなイメージです。最後に水上ビラのあるリゾートから日本に帰るときに、だいたい機内泊で1泊するっていうようなイメージなので、だいたい8日間の旅で中5日とかそういったイメージで楽しむツアーが多いかなと思います。ちなみに首都マーレで全泊せずに水上ビラのある島まで夜直行するプランもあるんだけど、これは個人的にはあんまりおすすめしないかな。移動時間が増えて結構しんどかったし、マーレからリゾートまで水上飛行機で飛ぶんだけど、景色もすごい綺麗なので、ゆっくり朝マーレから水上飛行機に乗ってリゾートまで行くのがいいかなと思います。はい、その次、35万円で行ったのは浮きでしょうか。はい、浮きになります。モルディブはだいたい1月から3月ぐらいまでが寒気となっていて、それ以外が浮きっていう感じなんですけれども、浮きでも全然雨ね降らないんですよ。僕たち3回行ったうちの3回とも浮きに行きまして、1回だけずっと大嵐っていう感じで何も楽しめなかった回があったんですけれども、でも雨の中をご案内するのは初めて本当ですか残念初めてなんでなんかすごい降らないでくれ頼む。それ以外の3回中2回はずっと晴天で、雨が降ったとしても5分間ぐらい雨が降ったぐらいで全然晴れてました。通り雨っていう感じですね。なので寒気に行かないといけないとかそういうことは全くなくて、全然雨季でも楽しめますし、雨季の方がねジンベエザメとかマンタとか多いと言われているので、そういった大物狙いの人は必ず雨季を狙っていくのが良いかなと思います。はい、その次、映像にサメがいるんですけれども、サメは結構いるんですか。はい、結論から言うとサメはいます。ただこのサメね、現地の方に聞いても大して危険ではないっていう風に言われていて、実際僕たちもシュノーケル中に何度も遭遇してるんですけれども、あっちからこう逃げていく、普通の魚って水中で近づくと逃げていくじゃないですか。あんな感じでモルディブで見るちっちゃいサメもね逃げていきますので、基本的にはそんなに危険ではないっていう風に思ってもらって大丈夫です。サメだ。サメじゃん。サメがいる。3匹いて仲良しだね。仲いいね、あのサメ。かわいい。結構人懐っこいしね。人懐っこいね。逃げない。じゃれ合っている。はい、その次、ご飯はどうですか。どんなご飯が出るのでしょうか。基本的には僕たちはオールインクルーシブプランでモルディブを楽しんだんですけれども、だいたいビュッフェ形式で朝食はだいたい同じメニューが出てきます。だいたいディナーはコロコロいろんなメニューが変わったり、島の中にレストランが3つぐらいあったりとかするので、今日はここでディナー取ってください。明日はここでディナー取ってくださいっていう感じで、オールインクルーシブの中でいろんなレストランが楽しめるっていう感じなので、飽きることはなかったかなとは思っています。すごいすごいね、どんどん海入ってってる。わあ、すごいよ。ほんとマジ結婚式場みたい。わっ、わあ、わあ、すごい。わあ、すごい。こりゃすごい。あ、
どう？それ美味しい。え、すごい美味しいよ。あ、そう。ただこれはね、本当にそのリゾートによりけりだと思うので、それは行く前にご飯ってどうかっていうところは確認してから行けば問題ないかなと思っています。はい、その次、雨降った時はモルディブ何をするんでしょうか。正直海とかプールとかを楽しむのがメインになってくるので、雨が降った時はあんまりやることはないかなとは思っています。わあ、さっきまですごい晴れてたのに急に雨になっちゃった。本当にね、室内で本読むとかダーツビリヤードするとか、そういったことになるかなと思っています。で、さっきもお伝えした通り、僕たちその2回目のモルディブの時が1週間ずっと嵐だったんですけれども、頑張って海に出て魚いないかなって思って海に入ったんですけれども、やっぱり雨の時って水冷たいですし、海も結構荒れてるし、水が濁っててなかなか魚とかも見えないですし、あんまりいいことなかったので、本当にこればっかりは日頃の行いを良くして天気になることを祈るばかりっていうような感じかなと思います。はい、次、1週間も水上ヴィラにて飽きないですか。これはね、意外と毎日やることがあるから飽きないですね。まず水上ヴィラの周りがめちゃくちゃお魚さんたちがいて、シュノーケリング三昧なので、まずここで2日間ぐらいは潜ったり撮影したりするとかなり楽しいと思います。あとはオールインクルーシブプランの場合はイルカツアーとかシュノーケリングツアーとか、食事取ったりお酒飲んだりチルしてるのが楽しいので、今日はイルカツアーに行こうとか、今日はシュノーケリングツアーで沖に行こうとか、オールインクルーシブに含まれてるレストランでランチを食べたり、お酒飲んでチルしたり、あとはシーシャを吸ったりとか、そういうことができるのでね、毎日毎日極楽の時間が待ってるっていうようなイメージでいいかなと思います。あとね、自分たちでやった中で一個おすすめなのが、ハネムーンで最初に行った時に一眼レフをいいやつを買って、三脚買って持ってって、自分たちで結婚して前撮りをやったんですね。で、安いね、通販で売ってる4000円ぐらいのウェディングドレスと、僕も適当ななんか服装を持ってってハネムーンっぽい映像を撮って、でそれを結婚して流すっていうのをやったんですけれども、これはかなりね良かったかなと思います。もちろんモルディブの中にフォトグラファーさんとかに依頼するプランっていうのもあるので、お金払って撮ってもらうっていうのもできるし、自分たちで撮れば、あのモルディブなんてね、ほんとどこでも映えるんで、2人で楽しく撮影したりとかもできたので、これは結構やることの中でもおすすめかなと思います。次、飛行機の中で何をしてますか。基本的に僕たちはお酒飲んだり映画見て楽しんでるんですけども、どこの旅行先でも1億曲以上を超高音質でオフライン再生できる Amazon Music Unlimited っていうのをめちゃくちゃ使ってます。これモルディブのフライトに限らず、海外旅行行く時の機内やドライブ中に超使ってて、アイスランドの10時間くらいのドライブでスミちゃんと夏メロで盛り上がったり、今流行りの曲を覚えたりとかして楽しんでます。決まったね。1月11日まではキャンペーンやってて、期間内に登録すると最初の3ヶ月間が無料で使えるらしいので、概要欄のリンクから登録してみてください。はい、その次、買い物はできますか。あ、ハワイみたいにショッピングするようなイメージを持たれてる方もいると思うんですけれども、残念ながらハワイみたいにショッピングするような場所はございません。本当に島が1個あって、でその中に水上ヴィラがあったり、レストランがいくつかあったり、あとはその島の中で楽しめるテニスコートとか水上のブランコとか水中レストランとか、こういうものがこうあるようなイメージで、ショッピングを楽しむという感じではないかなと思います。値段35万円っていうのは2人分でしょうか。これは1人分の値段になります。なので35万円であれば2人で70万円っていうのは価格帯になってきます。短くて安いプランありますか。はい、あります。35万円っていうのがだいたいまあ6日から8日ぐらいのプランのイメージなんですけども、5日間で20万円とかこういったプランもあるので、もしその休みがなかなかその8日間も取れないよって人がいたら、5日間のプランとか、あと価格帯を抑えたいって人はそういったプランを見るのも1個の選択肢としてはあるかなとは思います。ただ個人的なおすすめとしては、さっきお伝えした通り、行って帰ってくる飛行機とマーレの全泊するっていうところで日数を使ってしまうので、だいたい中5日4日、まあ、少なくとも3日ぐらいは楽しんだ方が良いかなとは思います。ただ僕のね、視聴者さんで僕のモルディブの動画を見て、 GTB のプランで17万円あるやんってことで、なんか妊婦の方で妊娠をされてこれから旅行が行けなくなるっていうことで、ご自身でそのプランを見て GTB の17万円ぐらいのプランで行かれて、4日間ぐらいのプランで、まあまあ弾丸ではあったらしいんですけれども、本当に行ってよかったですっていうようなコメントもあったので、本当に興味ある方はご自身に合ったプランっていうのを探してみるのが良いかなと思います。正直これは僕の個人的な感想になるんですけども、今例えばそのハワイとかって物価爆裂上がってるので、
って帰ってきて1週間ぐらい滞在してレストランで食事をしてお酒を飲むみたいなことをするだけで余裕で35万円以上かかりますし、モルディブであれば周りを超絶綺麗な海に囲まれて夜は満天の星空が見える水上ビラっていう特別な体験が得られるのでかなりお得なのかなと思ってますので、正直ハワイ行くよりはモルディブに行く方がおすすめかなとは思っております。ということで今回はモルディブに関する Q&A 全部答えてみたということで、いかがだったでしょうか。皆さんのモルディブに行きたいけど気になってるっていうような疑問が解消されましたでしょうか。今後もこのチャンネルでは皆さんがワクワクするような世界の絶景と海外の生の情報をお届けしていきますので、ぜひともいいね登録で応援してください。それでは人生は自己実現と家族孝行、上級の冒険は続く。